そうだ、初日の出は拝んだか。いや、俺はジジイだからな。早起きしてしまったよ。良い夢を見てください、主様。明けましておめでとう。いやはや、正月は行事の連続で大変だね。 主よ。新年明けましておめでとう。お担当たちがお年玉を求めて走り回っているな。<laughs> 主様年が明けましたね。謹んで新年のお喜びを申し上げます。 新年か。それでわざわざ引っ張り出してきたのか。新年早々、願掛けかい。あけましておめでとうございます。せっかくですので、講話をいたしましょうか。どうして嫌そうな顔をするのですか 明けましておめでとう。君は正月をどう過ごす派閥かな主殿新年、明けましておめでとうございます。今年も泣き狐をよろしくお願いいたします。謹んで新年のお喜びを申し上げる。さて、弟たちにお年玉を配ってこなくては。 明けましておめでとうございます今年も前向きに頑張りますよ新年だな新年の挨拶回りですかそれでしたらお供いたしましょう そろそろ挨拶回りに向かいますか？お供はお任せください。正月だからってだらけすぎはだめだぞ。うん、いや、俺はお年玉はいらねえよ。ガキ扱いするなって。 あけましておめでとう。今年こそでかくなるぜ。ひぞっこにもちゃんと落としたまあるよね。ね。年末年始は何かと忙しいですよね。テキパキと片付けていきましょう。 お年玉ですか <laughs> ありがたく頂戴いたしますお正月は家で過ごすという人も多いですけど主君はどうしますか初詣はもうお済みですかよければご一緒しますが 新年明けましておめでとう。さて、お年玉の投資計画の時間だい。主さん、お年玉ちょうだい。ふっふーん、僕信じてるよ。ちゃんとお年玉の用意があるって。 みんなはごいたとかかるた取りしてますけど僕はちょっと向いてないかなあああの主様、今年もよろしくお願いします大将あけましておめでとう今年もよろしく頼むぜ。 大将、明けましておめでとう。これから初詣でも行くかいお,、まお,ま、年お年玉、お年玉金河新年んお年玉そんな露骨な人気取りはしないぞ 正月はいいな。こたつでのんびりチャオスする暮らしは最高だろう。ほ<な>ーら、あるじはんもお年玉を配って回りましょ。これは保護者の務めやで。明けましておめでとう。これ、お年玉だって。 あけましておめでとう主さん、何して遊ぶ俺は、たこあげがいいなあけましておめでとう見てくれよ、主さんこの愛善妙大柄のタコ頑張って作ったんだぜあけましておめでとうございます。正月といえど、だらけるわけにはいきませんな。 新しい年がやってきました主様に幸運がありますようによしし年も派手にいこうぜじゃあ締め飾り縄…わ <laughs> ごちそうの食べ過ぎには気をつけようね正月くらい戦いのことは考えず過ごしましょう年が明けましたか挨拶回りする先も多いでしょうに。 わわざわざ僕の相手なんかしてる場合ですかえっこれはお年玉僕はおめでたい日に水をさしちゃうから他の人のところに行きなよ 歌手清光正月休み入りまーすダメお正月だしゆっくりしたいよねで<も>うん新年最初の歌はどうしようかな いや新年くらい無礼講でいこうぜなあ明けましておめでとう <laughs> 先にドンちゃん始めちゅうぜよ新年か正月早々俺の相手とはあんたも変わってるな 主殿、新年であるな。残念ながら、これから山に登っても、初日の出には間に合わぬな。おとそ気分もほどほどに、金さん叱ってきます。新年明けましておめでとう。お参りは済ませたかな。 まだなら、一緒に行こうか。明けましておめでとう主さん、俺に渡すものとかないかな一年の計は元旦にあり、だな。あんたの目標はなんだはいはい、お年玉かな。 ちょっと待ってね新年明けましておめでとう兄者めお年玉を配って回るのはいいが出会うものすべてに配っていては金がいくらあっても足りんぞこの空気鬱陶しいな正月だからって慣れ合う気はない 新年明けましておめでとうございます新年最初は何をいたしましょうかあんたも大変だよな新年早々を酔っ払いのダメ刀の相手ってわけだあけましておめでとう主、ルジお年玉くれよ 金新年ここにはコラが多いお年玉の準備も大変ようんああなんだよ出番がないなら正月くらい俺もだらけるってさて と気分の連中を驚かせてくるとするかね君もやるかいさあ新しい一年の始まりですよよーし正月は正月らしくおとそ飲んじゃうぞ じゃあ、飲むかあけましておめでとうさんやれ酒だ料理だ忙しいやつが多いで遊び相手が俺か